はい、こんちは。誰も映ってないんですけれども、あきれるパート8です。やっていきたいと思います。よろしくお願いします。さあ、今回は4歳の12月4週からスタートしていきます。現状成長段階はピークの2週目、まだまだ伸び盛りではあるんですけれども、技の使い込み宿題がたんまり残っているのでやっていきたいと思います。こちらの余剰大会から進めていきましょう。はい、で手前ででもですね、余剰大会出ているんですが、そこではですね、炎の壁を一気にリーチかけるような感じまで進めてきました。使い込み状況は炎の壁45回、ゴッドアタック41回、スピンカッター43回、そしてマジンナックル0回となっております。ここはですね、スピンカッターを終わらせつつ、マジンナックルを使いつつ、ちょっとゴッドアタックを進めようかなといった感じですね。マジンナックルをメインで使うことにはなるので、現状まだ力を上げていないので、まだまだ使い込みは狙えるかなと思います。賢さはほぼゴールしてしまったので、もうここから賢さ技の使い込みはかなり悪手になってきますので、力技のみが残っている状況。オルドーフがいないんで一旦やり直しましょう。まあ使い込みをする上でオルドーフはやっぱりいてほしいなということで、まあ火力あんまり出ないと思うんですけれども、気持ち上げちゃってるんで、もしかしたらね、ちょっとオルドーフじゃないと心細い部分があるんでっていうことで、今回はね、もう石橋を叩きに叩き散らかしてオルドーフに出てきていただきました。じゃあまずはタナトスで呆れる挑戦時のパラメーター見ていきましょう。このような感じになっております。ズドン。はい、こんな感じですね。まあ、ピークの2周目の後半入りたてといった段階なんですが、もうあと、重り引きと走り込みするだけみたいな、状況になっております。ほぼほぼ能力に関しては大丈夫かなと思うんですけれども、まあ、残すは使い込みをどれだけ頑張れるか。まあ、能力が余裕あるんで、余剰大会結構多めに出てしまっても問題はなさそう。ここから白銀ももう取れますし、なんならまだ4歳ですからね。さすが最強神といったところでしょうか。4歳児でもうこの強さ。さあ、デスエナジーもらっちゃって、さすがにもう死ぬことはないんですけれども、ちょっときついな、ガッツダウンが。さあ、マジンナックル、スピンカッターしっかりセットして、おーい、そういうのよくないと思うわ。そういうのよくないと思うよ。前回のヘメットでね、あの使い込みの時に話してた馬とまね、松屋さんが出してる馬とまハンバーグ定食の話の続きがちょっと出来上がったんで、その話を持ってきたんですけれども、これ使い込みしなきゃいけないんで、余裕あるかしら、そんなお話する。さあ、マジンナックル、さあ力300で144、なかなか持っていきますね。まあ逆上なろうがなんだろうが 99% 変わりなしなんで、まあ、このデススラッシュ終わってた、当たってたらもう一旦やり直しでしたが、さすがに避けてくれたのでナイス。さあ、マジンナックル入れて、さあいいですよ。3回使えない？ちょっとデスカッターのせいで3回しか使えない。はあ？ちょ、もうええって。ええって。間に合わへんって。あ、たた死ぬよ。もうええって、そういうの。ちょっとお土産話させてよ。東京旅行のさ。もうええって。開幕 99% 避けるのとか、ええって。さあ、避けていきましょう、避けていきましょう。相手には避けられちゃってますが、こちらもしっかりと避けていきましょう。さあ、余裕が出たタイミングでお話ししようと思いますが、できるんでしょうか、余裕。さあ、じゃあまずはマジンナックル入れて、はい、いいですよ。さすがにダッフィーちゃんは大丈夫かなと思います。さあさあさあ、そんな感じでね、ちょっと、ああおい、今東京旅行のオープニングを喋ろうと思っていただろうが、ちょっと待って、ガッツダン食らったことによって、ちょっとこれ使い込みに注力しなきゃいけないですね、脳のリソースを。さあ、じゃあまずはマジンナックル2発目入れて、まあでも17ダウン入っちゃったことによって、これどうなんだろうな、スピンカッター、どうなんだろう、スピンカッターを先に入れといて最後にマジンナックル滑り込みがたくか、あ、ほら、なんかもう当たるな。なんか今日当たるわ。ちょっとどうした？ちょっと待って、微妙なガッツのせいで怪しいです。避けてね。よし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 。で、これ最後マジンナックを入れて、ちょっと入れさせて、ウィンスプで稼がれちゃうか。おい、やめろ、そういうの。てかこれ負けて、ちょ、負けて。ちょっと待って。全然見てなかった。ああ、キレルくん。まあ、僕のせいではあるんだけれど。この能力で負けなかやろ。
もうちゃんとせえよ。これ同点決勝だったらもう結果儲けか、まあ、同点決勝になってくれ。それだったらもうそれのまあ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 あえて狙ったというところにしときましょうよ今回はね。当たりすぎやねんだよ 10% とか 20% とかさ。ちょっと頼むで。さすがにまあアクアラインには負けんでしょ。ただここはもう技被弾によるガッツダウンだけは本当にやめていこう。ちょ今のところ使い込み微妙ですからね。全然お土産話できてないですけれども、あのヘメットの時はねめっちゃ余裕だったから、めっちゃ余裕だったしすぐ KO できたから喋れたけど、お前ダミエルに負けたってこの能力の時よりも弱い状態で勝ててたのに、なんで今の方が圧倒的に強いのに負けとんねん。まあ僕がまさか負けると思ってなかったんで全然ライフを見てなかったっていうのもあるんですけれども、ちょっとやっちまったね。さあ鎌首避けてどうしようかな。ナックル、いやでもナックルにしとこうか。ナックルにしとこう。はい、ナックル使い込んでいきましょう。マジナックルも大事ですしね。スピンカッターどのみちね、あの7回で終わりなんで、2回入れたからあと5回だよね。でマジンナックル4回打ったらガッツが10しかたまんないんで、マジンナックル4が卓なのかな。さあ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 、ただねこうなってくるとね危険の可能性も全然ありますからね。全員が挑んでくれるだけで一旦ありがたいかもしれません。これで同点決勝に絡んだらなお最高。ダッフィーちゃんに負けたのも生きてくる。最強の神決めようやとか言ってエスラックの時に言っててさ、ダッフィーちゃんを完全に分からせたのに最強神の座覆っちゃったじゃない。俺でダッフィーちゃんなんかに負けたらねもう最強神として恥ずかしいですよとか言って確か言ってたと思うわ。よかったら見返してみてください。で使い込みで出てきたエスラックで圧倒的能力で負ける。意味が分かんない。ちょっと待って、あ完全に後引いてる。意味わかんないもん。ちょっと待って、本当に意味わかんないことしちゃったな。はあ、怒られる。あ、ちょっと待って、ちょっと待って、そろそろ出してくれ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 。マジンナックル入れて、これやっぱり4回入れて終了かな。はい。え、まあまあまあ 87% は全然ね避けられても致し方なし、まあ何も使えないでしょ。結局10、11、避けられてプラス2ぐらいか。マジンナックル全避けでギリギリスピンカッター割り込めるといったラインなんだけれども、さすがに無理だもんね。あー出たー、ほらーそんな話してたらさっとくれ言わん方がよかったな。なんか今回全恨めだわ。戦績の調整ができません。どうしましょう。ただダビエルに負けただけ。なんだこの赤っ端かい。どうしようかな。いやでもまあまあまあそういう時もあるよね。まあまあ人間アピール、まあ、神様のもとは人間だったかもしれないけど、まあ、人間アピールということでちょっと一つ許してください。いやーてかもう危険の話しなきゃよかったな。プロメッチャン危険しちゃったんだよな。まあいやでもな、挑んでくれた方がまだマシだったな。マイクロウェーブ仮に当たったとて、まあ、そっから使い込みができるのがねゼロよりはねマシだったからね、挑んでは欲しかったんだけど、でもこうなってくるとどうしようかな。もうなんか言うことね、言うことあります。いい加減にしろ。どんだけ言うねんだよ。ちょっと待って言うね。ちょっと2大会99よけやってるわ。よしじゃあ次行くぞ。おい。バカ野郎。おい、ちょっと実況のおっさんのせいでちょっとみんな見えないと思うんだけど、ダフィーちゃんがね2敗してんのね。めっちゃ成績いいの。だからザグレフ殴るだけ殴って棄権してダフィーちゃんとリベンジしようって目論んでたらこのバカ野郎棄権しやがった。これ勝つだろ絶対。わかるわ。これひどすぎる。おいなんだこのエスランク。わやくそじゃねえかよ。ちょごめんなさい、さすがにやり直しますわこれ。
はい。あまりにもひどすぎた公式戦をオープニングとし、今日の本編ですね、レジェンドカップやっていきましょう。なんならちょっと見応えありすぎて S 公式のオープニングが本編みたいになっちゃってて、ややこしい感じになってるんですけれども、やっていきましょう。偶数年に合わせているのでモストの挑戦になります。5歳の4月の4週レジェンドカップになります。成長段階ピーク終わり終わり終わりといったような感じかなと思います。で、使い込みやり直してきました。まあ改めて動画にする必要もないかなということで、裏でねこそっと進めてきたんですけれども、使い込み進捗状況がマジンナックルが23回プラスになりまして、スピンカッターが終わったといったような状況でございます。ここはそうだな、マジンナックルを進めるかゴッドアタックをするかといった感じなんですけれども、まあ正直もうどっちでもいいですよね。はい、こんな感じですね。まあ、ここから準ピークに入ってくるとはいえ、力がもう543まで来ています。適正 B で月に3回10トレを踏めるんで、20伸びるんですよね。だから最大値で厳選すると、月に60増えるペースなので、まあ、余裕かなと思います。5歳中に力も完結、そしてライフも完結していくので、もう本当に残すところは技のみになってくるんじゃないかなと思います。本当にね、この技がちょっと厄介。特にゴッドファイナルね。なんでゴッドファイナルが厄介かというと、このアキレールの特殊個体なんですが、逆上持ってねえんすよ。だからね、ワルで終えることができないんですね。だから一回ワル化させてゴッドファイナル取って、でそっからまた良い化に戻すというね、性格調整の反復横跳びを終盤でやらなきゃいけないんですよ。だからちょっとそこで寿命大きく使いそうなので、なんだかんだギリギリになるのかなといった感じ。下手しいウィスプを切る可能性もあるかもしれないといった感じですね。さあ、じゃあナックルどんどん入れてみますよ。力あんだけあってもこんだけ100いかねえんだ。なるほど、それ当たったらやばいよ。もうそういうの当たるとさ、もうギリギリになるやんか。はい、やめてね。ああ、しまった。おい、どうする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 、そういうの当たったら終わるぞ。おい、もう壁しかねえ。足りよ。あー、強い。賢さだけ。賢さ高っ。いやー、もうこれがあるから使い込み進まねえんだって。もうなんかさ、低確率被弾するとさ、モッチーはどの技も厄介なの。一発分技のね、一発分のガツパクられちゃうから、当たらないでほしいから回避上げてんのにな。当たっちゃうんだもん。マジで最強神目指してんのに、なんか笑いの神様に走ってんだって。まあでもね、炎の壁をね、使い込み自体は必要としている、状態ではあるんで、まあまあまあ一旦よしかなと思います。なんか最近確率ひでえなってなってるんですけど、今回もひどかったですね。まあ最終的にしっかりと完結できれば一旦よしではあるので、今は笑いの神様ということで、許してあげたいと思いますし、皆さんも笑ってやってください。次回には完結し最強神になりますので、ぜひとも最後まで楽しんでいただけたらなと思います。はい、次回最終回になりますね。いつも通りシルバー杯出て寿命伸ばしつつ、余剰大会で技の使い込み終えて、で全技取れるかチャレンジをやっていく形になります。最後までどうなるかわからないので、ぜひとも最終回も楽しみにしていただけたらなと思います。はい、それでは終わっていきましょう。今回の動画面白かった。今回も確率やばくね。最強神じゃなくて笑いの神様を目指してるんですか。って方は高評価。今後もこの動画、このシリーズ、このチャンネル気になる方はチャンネル登録もして応援していただけますと、動画制作の励みになりますので、ぜひともよろしくお願いいたします。はい、それではまた次回のあきれる最終回でお会いいたしましょう。いや、そういえば東京旅行の土産話できなかったじゃん。ご視聴ありがとうございました。またどっかでしましょう。